ホーム、新町駅は、群馬県高崎市新町にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道高崎線の駅である。上野駅発着系統のほか、新宿駅経由で、東海道線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で、東海道線に直通する上野東京ラインが、停車する。群馬県内の JR 線の駅の中で唯一、 東京駅からの距離が 100km を超えない駅である。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、軽2面3線のホームを有する地上駅だが、島式ホームの内側の2番線は、フェンスが設置されており使用されていない。JR 東日本ステーションサービスが、駅管理を受託する高崎駅管理の業務委託駅。緑の窓口や、自動改札機、自動券売機、 指定席券売機が設置されている。改札横にニューデイズが設置されている。発車メロディは1.3番線とも秋桜である。2016年3月10日より始発から午前6時30分までの間は遠隔対応のため改札係員は不在となり一部の自動券売機のみ稼働する。かつて3番線の島式ホームへ行く手段は階段しかなく、 エスカレーターやエレベーターが設置されていなかったため、車椅子での利用には駅員による操作の元リフトを使用する必要があったが、前述の通り2021年5月にエレベーターが設置されたため、円滑に利用ができるようになった。現在、JR 貨物の駅は臨時車扱い貨物の取扱い駅となっており、定期貨物列車の設定はない。かつては、 ゼネラル石油の専用線が接続し、浮島町駅から石油類の到着があった。また日本越えかて新町工場への専用線もあった。なお、神奈川からの蛇竜運搬専用線は、現在でも、保線車両用の留置線として一部が利用されている。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は3728人で、ある。 近年の推移は以下の通りである。1996年度の貨物取扱量は発送が約16,425トン、到着が約133,590トンであった。以降の貨物取扱量は毎年度0トンとなっている。新町駅停留所にて、日本中央バス、高崎市内循環バスグルリン、長い運輸の路線バスが発着する。 倉賀野駅との間に高崎線のホームはないものの、八甲線に北藤岡駅があり、同駅構内で八甲線が合流する。注釈区指定交資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。